辰巳良介、ゴールデングラブ賞、獲得コメで大ボケ。プロ野球で守備の名手に贈られる、三井ゴールデングラブ賞の受賞者が12日に発表され、楽天、辰巳良介外野手が4年連続4度目の受賞を果たした。辰巳は、球団を通してなぜか、英語でコメントを発表。ファンの笑いと憶測を誘った。辰巳は受賞に、What, an, honor などと全文英語でコメント。球団の公式コメントのページには、とても光栄ですと、カッコ書きで和訳が表示された。辰巳は、10月に最多安打を達成した時も、I feel very proud to help my team the way, I did this season, 今シーズン、チームに貢献できたことをとても誇りに思っていますなどと、全文英語でコメント。再度試みた英語構成には、ファンも、いい加減にして、辰巳英語コメで草と大受けの様子。一方で、MLB 行くのは優勝してからでお願いいたします。真顔、メジャー志向でさすがすぎると、大リーグ挑戦を見越した英語の発露と見る向きもあった。嫁が書いてそう。妻のセリちゃんが書きました。この人もなかなかの宇宙人よな。一流の奇人変人選手。洗脳ビーム含めやること、すべて滑ってるよ。辰巳嫌いな人は、彼のゲーム実況を一回見るべき。めちゃくちゃ面白い。GG 賞って、オリンピックでエラーした選手のことかと思った。辰巳を止めることは誰にもできない。古田さん出番ですよ。これはアメリカンジョークなのかい？さすが奥さん。普通こんな英語攻めするとキザっぽいイメージつくのだが、彼がやるとなんか面白いのがすごい。これは楽天の社風によるやつですよね多分。正直ここまで来るとちょっと引いてしまう。地元ファンですが。本当に変わってるんだろうな。必死で考えたことも想像すればさらに笑える。この旦那にしてあの嫁なんだよな。ある意味、似合っている。嫁が真顔で進めたんだと思う。英語で出すとかっこいいよと。相変わらず、感覚がぶっ飛んでますな。ご両親を大切に、